最強の剣さばき見せてやるぜ。はい、どうも僕です。ということでね、今回もドラゴンクエストライバーズやっていきましょう。ということで今回の敵は新ソロバーバラということで、ソロが出た頃にね、ソロバーバラが活躍したと思うんですけれども、そちらを今回改良してまた新たに使っていこうというデッキとなっております。さあ、マザーウッドとラセンチとジバイタイジャー、マザーウッド確かに大事なんで取っておいて、この2枚交換かな。さあ、そしてクールのはメドローアとラーセンチ。メドローアちょっとまあまあ持っておいて損はないかな。まあ一応ね、メドローアは相手が大量に盤面に展開してきた時のために入れてるんですけども、まあただ必殺技っていうのとプラス消滅を持ってるんで、ちょっとね相性がそんなに良くはないんで、まあ微妙かなーってところ。まあでもどうしても出せそれしかないって時はこれかなーって感じで、今回の敵はこちら。まあこんな感じでバーバラを使っていくんですけれども、でね、ソロバーバラと違うところは、まあ前もね、ソロバーバラの6段だったかな、6段の項にもう1回出したんですけども、その時のソロバーバラの時はザンクローネとマザーウッドを使うデッキだったんですけども、まあ、今回もそれと同じ感じでザンクローネとマザーウッドを使ってるんで、まあ、そうなると消滅とあんまり相性は良くないって感じですね。まあ、ただ除去するのが第一優先なんでそこはしょうがないと。で、違うところは異分録になったことによって追加したカードとプラススタンダードパックで入れてたヒャド系が今回使えないということで、そこら辺をね抜いておりますと。さあ、とりあえず今回はじゃあ出会ってテンションかな。で、ターン終了。さあ、バーバラが来ていく。で、相手がね、ユニット出しても、螺旋打ちやら、グレートボンバーやら、メドローアやらで、まあ、取れるんで、あと、セクシービームね、これが入ってるんで、まあ、相手が複数展開してきたときは、セクシービームで、相打ちさせるっていうのも手かなと。さあ、剣士の領域、これ相手武器結構持ってそうなんで、相性ワンチャン悪い説はある。さあ、シーゴレム、これはナイス。シーゴーレムは何相手でも強いんで、おそらくククールとかじゃない限りはほぼ全員に刺さると思うんで、これはかなり強いと。さ、グレートボンバー、なるほど、同じことをしていく。いや、グレートボンバーどうしようかな。でも早めに取っておいた方がいい感もあるんだよな。セクシービームで取るのも違うしって考えると、グレンからの螺旋かな。グレン打ちますからの螺旋打ちで確実に取って、テンション&ヒーローを使って2ダメかな。まあ、爆発はね、1体に対してのはそんなに痛くないんで、まあ、確実に取っていってからの、ザンクローネを引いていく。まあ、ザンクローネドローも全然いいんでって感じかな。で、ラプソーンだね。ラプソーンも結構強い。まあ、今回ね、除去系も入ってるんですけども、そうなるとユニットが少なくなりがちなんで、そこはラプソーンでね、補っていくと。そんな感じだね。さあ、そしてお相手テンションが完全に溜まって、稲妻の加護。武器は装備しないと。ということは、2ラ目の王子救出で取ってくる感じかな。そうだね。そして相手の武器が何なのかっていうのも重要だけど、おそらく今回は装備しないかな。さあ、ホイミスライム、ちょっと嫌だな。どうしようかな。ホイミスライム微妙だな。取りにくいっちゃ取りにくい。おー、沈黙の羊。いや、でも沈黙、挑戦使って、いや、小瓶か。じゃあラプソーンも微妙だよな。いや、どれがいいんだろう。怖いけど小瓶使うか。うわ、シーゴレマやばい。これ溢れるな。いやー、でもしょうがない、これは。まあ、一応、ザンクローね、バーバラ、あとマザーウッド。この3種類は持ってるんで、まあ、最悪溢れてもいいんだけど。いやー、これシーゴレムが遅かった、ね。メラミが欲しかったね、ホイミスライム。まあ、ここはしょうがないんで、1枚燃えるか、もしくは相手が使わなければね、なんとかなるんですけども。でもワンチャンこれね、王子救出使ってくれる可能性もあるんで、溢れない説もある。おっと、これはナイスだな。これならば、
まあ回復はしちゃうけどしょうがないと。ただ溢れることはないんで、オッケーオッケーで、メラゴースト。これセクシービームここに当ててテンションでここ取るのがいいかな。セクシービーム使います。セクシービームからのここで相打ち。シーゴリムとかも使わない方がいいし、テンション使ってグレンでここで、ただこれ使うのも溢れちゃうんで、まあ、カード減らすためにメラゴかな。まあ、ちょっとずつねダメージも与えて、でしっかりと着実にザンクローンでも強くなっているんで、まあ、少しずつよ。うん、で、あ、ただあれか、セクシービームのせいで1体分少ないのか。まあそこはしょうがないわ。さあ、そしてお相手奇跡の剣、そういう武器はやめていただきたい。プチファイターしかし速攻を持っていないが、あ、ここで使うことによって速攻を得ると。まあまあまあ、でも的に使われたのはそんなに悪くないな。で速攻を得ちゃうと。そして2ダメ食らって4ダメも食らう。ダメージ的にちょっときついけど、まあでも回復手段はあるんで。そうそうそう、君君のことさ。そしてボンバー配置しておけば安全かな。いや待てよ、シーゴーレム配置からのラプソン召喚でテンションアップかな。まあ、こうすればラプソンは結構取りにくい位置にあるんで、まあ、ラプソンを取るんだったらシーゴーレムをデュオ一戦で取って、でその後にプチファイターで一回プチファイター除去させてからのラプソンを取ると、そういう流れになるんで、結構相手的に痛手なんで、おそらく取られないんじゃないかなと。まあ、取られなかったらそれはそれでいいしね。まあ、竜王一戦でシーゴーレム取ってくんのは、おそらく決まりなんじゃないかとは思ってるけど、まあ、ワンチャン取られない、いや、取られるかな、でも、うん。多分取られると思うけど、取られなかったら、ラッキーくらい。まあ、あれだからね、一応必殺技とかも持ってる可能性あるんで、他にね。おっと、来ない。ってことは、プチファイターを使って、シーゴーレムを除去。まあ、別にね、相手的にも急ぐ必要はないと思うんで、温存って感じかな。まあでも、となると相手が何を持っているのか。まあ、でもなんだろうな。テリーでここまで来ると、何を持っているのか予測はつかないけど。さあ、そしてこちら、HP 結構低いけど、走りとかで使えばすぐに回復できるんで、結構、おー、ヒューザ、なるほど。で終わりか、まさかテンションアップで、うーん、アイアンクック、なるほど、ヒューザン効果使わない。まあラプソンがいるからね、使わない方がいいという考え方もある。でもヒューザこのターンに取れ、はいはい、螺旋打ち、一回天空への挑戦待てよ。でもそうなると走りとかで使いたいんだよな。螺旋打ちで4になると、螺旋打ちで攻撃、ラプソーンで攻撃で取る。こっからよな、こっから沈黙使っても取れないから、安定の走りトカゲ行くか。走りトカゲ使って天空への挑戦使って回復して小瓶、テンションかな。テンション使えば、一応沈黙使ってテンション使えば、ヒューザーも取れるんで、まあこれがいいかな。ただ相手ヒューザーをそのまま出しっぱなしで何もユニット出さないっていうのはあんまないと思うんで、そうだね、いや、わかんないな。わかんないぞ。ただ、多分ね、ユニット出してくんじゃないかなと。そうだね、山頂。山頂か。
まあでもザンクローネの効果増やしたいんで、ここはメドローは使うべきではないかな。さあ、スキだらけだぜを使って行き、魔法の小瓶、ワタボ。いやー、グレートボンバー出してグレートボンバー出して。いやでも、こうなるとメドローはめっちゃ使いたいけど、でもそうなるとね、ラプソーンの復活もなくなるんで、すごい押してくるじゃん。押してくるけど、一回ここで、で、どこに行くか。そこか。グレートボンバー出すか。それなら出して、小瓶、これでどう、メラゴ、小瓶、これでどう、ソードイド、で、沈黙の羊をワタボウに。いや待てよ、どうだ。メラゴフェイステンション、いやこれは難しいな。ただグレートボンバーがいると考えると、そんなに早、はい、メラミ、まあ、グレートボンバーが全部除去してくれるんで、あんまり変に出さない方がいい気がする。ただ封印ないと思うけどな。テリーがわざわざ封印を入れるとは考えにくいんで、オッケーっぽいな、これはオッケーっぽいな。うん、ヘルビスト、はい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 、いや全然全然、いやワンチャンでもこれさ、何もしてこない説はあるか。まあ多分今のはあれだね、だからこっちが先に2打目を全体与えた後にヘルビースト出した方が良かった的な感じだと思うけど、そうなってくると、はい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 、まあそうだね。あー、でラプソン出してからラプソンにダメージを与えると、さあなぜか、あー違うわな、あ、なんかさ、こっち光ってんのに、こっちラプソン動いてないんだけど、え、プラチナなのにラプソン動いてないんだけど、バグかバグか。レジェントって動くはずだよな。まあいっか。で相手、ここでおそらく取ってくるよな。で全体2ダメ、はい、ドッカンと。はいはいはい、いやーでもこれさ、まあここを一旦やろうか。で、まあグレンで取っ、いやー取るか、取るか、うん、取って、グレンの炎で焼き尽くしてあげる、使っちゃっていいかな、もう導かえし者たち。ザンクローネ8、これはどっちがいいんだ。でも今ほどに最高な盤面はないと思うから、ヘルビーストしかいないわけ、ヘルビーストしかいないわけだから、まあ、最高で今10点か、うん、武器も合わせてだから多分ここは大丈夫だと思うから、耐えでいこう。うん、まあ、相手が魔法の小瓶使ってきても、まあ、燃えるくらいは我慢しよう。で相手手札も多いんで、まあ、使ってくることもないんじゃないかな。で相打ち、オッケー、それを求めていた。でまあ相手が別にユニット出さなくても、まあ、それはそれでね、応戦はできるんで、ユニット出してからバーバラ出すっていう流れでいいんで、もう一回ゼロコストにしたらもうこっちのもんなんで、うん正直こっちのもんなんで、はいはい、オルゴで見た第2形態、まあそれは全然いいよ。まあブラレもあるんで簡単に取れるし、まあ、沈黙の羊で取るっていうのもあり。さあ少年テリー、僕の力を借りたいの、借りたくはない。でも少年テリーめんどくさいな、邪魔だな、封印の邪魔になるんで、モンマス、よろしくね、アントン。いやワンチャンバーバラボン使っちゃっていいかな、どうしようかな。悩ましい、サンディも出してくる、いやーこの人数は、いやー
バーバラ行った方がいいかな。魔法の小瓶使ってくるか。まあまあしょうがない、しょうがない。まあ何が燃えるかにもよるけど、まあ多分大丈夫だと思う。はいはいはい、全然全然ってなると全然前世だから、まあバーバラで取るのかな。取るのが一番良さげな気もするけど、ただ第二形態が来ちゃうんだよな。逆によ、使わないとしてどうすんだ？使わないとして別にそんなにいい流れもできないんで、バーバラで行くか。うん。ここはバーバラで、10ダメ与えて、で、そうすればザンクローネでもう次のターンいけるっちゃいけるんで、まあ相手が仁王立ちとかさえ付属する何かを出してこなければ、まあ出してきても一応沈黙の羊一体いるんで、オッケーオッケーオッケー。これはかなりでかいぞ。で、サンディも、あいね、ステルスなんで、はいはい、オッケーで、ターン終了で、で、相手、サンディ出してもステルスなんで、別にね、ボールは張れないと。ってなると、で、バーバラもいるから、まあ、結構邪魔される、邪魔してくるユニットはあんまいないと。で、まあ、ウォール張ってくるようだったら、メラミとか、ブラレで倒すし、仁王立ち張ってくるようなら、沈黙の羊って感じかな。うん。で、しかも相手第3形態出したから、あんまりユニット多くは出せないと思う。バーバラでも取ってきそうだな、ワンチャン。ホイミスライム、ほう、回復か。待て待て、回復はまずいぞ。回復はまずいぞ。あれ回復はまずい。いや、大丈夫だ。オッケーオッケー。これ、ウォールじゃないんで、ウォール張ってないから、バーバラの一撃は食らえると。ってなると、オッケーだね。まず5ダメを与えて、そして、行きましょうか。マザウとかのザンクローネ、そしてテンションアップで速攻付属。俺は必ず駆けつける。対戦ありがとうございました。